日常演舞の食の旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ホテルニューオータニ監修口どけチョコレートグラノラハーフを食べたいと思います。確か通常版の蜂蜜は食べたことあるんですけど、今度はチョコレートなんですね。これもどんな味わいになるか楽しみですね。もちろん今回もヨーグルト用意してます。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、おや、思ってたのと違いましたね。自分はチョコレートフレークみたいにチョコレートがコーティングされてるシリアルが入ってると思ったんですが、ところどころにチョコレートのシリアルが入っているということのようです。まあこれはこれで美味しそうですけどね。ではまずはそのままチョコレート多めでなのかな。いただきます。チョコレートが入ってるっていう割にはもう一つな感じもしますね。もっとチョコ主張してほしいな。これチョコレートはそこまで強くは感じませんでしたね。どこのところで食感やほのかな味として感じることはできるのですが、チョコレートフレークとして考えるとちょっといまいちかなと思いましたね。ただちょっと変化がある程度でいいという方にはおすすめできます。ただ自分はもうちょっとチョコレートは前面に出てきてほしかった。でなんか通常版との違いがよく分からなくなってしまうんですよね。なのでちょっと名前負けしてる感があるかなということで、こちらの点数とさせていただきます。はい、それでは卒業は少年いるかな春の日は。確かに卒業式では少年がいないとおかしいですけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。